前川寛一から1955年は、日本の河川技術者。建築家、前川国夫と、日本銀行総裁を務めた、前川春夫の父。滋賀県氏族、前川伊の長男。1897年、東京帝国大学工科大学土木、工学科卒業。内務省土木局に入り、大阪の大国土木監督所勤務。 1898年、新潟の第3区に展示、品濃川改修の調査と、府県の土木の監督係に従事する。1909年、内務省東京土木出張所に展示、利根川第3期改修の計画に当たる。1911年、欧米各国へ視察出張。1914年に江戸川、1919年に、 中川の各改修事務所主任などを務める。1919年、当時の議官である、神野忠夫の勧めで、内務省を休職、日本水力に入り、建設課長として、新長和水力工事に当たったが、翌年、経済不況により、会社が解散となる。1921年、内務省に復職し、東京第一と、 第2土木出張所公務部長検証部部長となる。1923年、内務省名古屋土木出張所長となる。木曽川上流改修工事にあたる。1928年、内務省土木局第1技術課長。1934年、内務省を退官。退官後は、大道電力、昭和電力、矢作水力、 愛機水力の技術顧問を嘱託したが、1939年に本発送電の発足と同時に、矢作水力以外は退社する。1940年、水力協会会長に就任。1942年からは引く切れの公職を辞している。1914年、家督を相続する。 1904年11月から1906年10月まで雑誌どいだん雑誌に講演記録、治水の話が掲載されている。また、私の南紀中期の表題で急校会委員会骨衣層に執筆している。ありがとうございます。